はい、こんにちは、アールダベストのカメラです。はい、こんにちは、アールダベストミュージックの、ハルコーチです。はい、今回なんですけど、お子さんでね、これを見てるお子さんで自主練習なかなか一人でできない、何をやったらいいかわからない、もしくは、これを見てるお父さんお母さん、自分のお子さんがね、自主練習をあんまやりたがらないと、そういうお子さんの、多いと思うんで、もし、この動画を見てる方でそういった方がいれば、この動画を、見て一緒に、自主練習しましょうということで、そんな感じで、ね、今回の動画やらせてもらうんで、今回は特に自主練習のこのポイントとかは特にないんで、もうひたすら、練習の映像の、練習の映像が流れます。それをもう一緒にもう真似して、僕たちと一緒にやってるような感覚で、これを1回で終わらすんじゃなくて、毎日、本当にできる限り続けてください。で、人が、習慣化するのに大体21日間言われてるんで、3週間ぐらい続けたら、多分1ヶ月後2ヶ月も、毎日やってるかなと思うんで、ぜひそんな気持ちでやってみてください。それでは動画の方をご覧ください。はい、動画の方、ご視聴ありがとうございました。今回ね、自主練習の、動画の方、僕たちと一緒にという、企画だったんですけど、これを本当にオープニングでもお伝えさせてもらった通り、1日で、終わらすんじゃなくて、もう明日、明後日、明後日と、1ヶ月後も
続いてられるように、ずっと継続してねチャレンジしてほしいなと思います。ハルコーチの方からスクールの、詳細をお願いします。6月からですね、開校しました。木曜日の方が小田原校の方がですね今定員、空きがある状態なので募集してますので、はい、会場の方がですね、小田原フットサル、ポイントの方で、6時から8時やっていますので、まあ、そちらの方ですね体験よろしくお願いします。はい、と金曜日の方が、厚木の方ですね。こちらも一応月曜日やってますけども一応定員の方がですね、だいぶ月曜日多くなってきてまして金曜日の方もですね開かさせていただいてます。6月の方ですねそちらも開校してますのでまだまだ空きがある状態ですので、体験の方お待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、そちらも、インドアフットサル、クラブの方で、6時から8時でやっておりますので、どんどんですねお越しいただきますようによろしくお願いいたします。はい、という感じで空きのねスクールがあるところの、詳細でした。はい、春子っちの方も空きね多分数ヶ月後とかね、はい、埋まってる可能性が、はい、多いんでぜひねお早めにこちらの動画を見てから、お早めにお問い合わせいただければなと思います。で公式 LINE アカウントの方に全コーチプレゼント動画と、入れていただきますとそちらの、そちらの公式 LINE のアカウントの方から動画の方が何個ですか？14個ですね、はい、今回と同じような、まあ、実施練習の、そちらの方はポイントとかも、説明させていただいてるんですけど RWS の、全コーチの方から14個の、動画を送らせていただきますんでぜひチャンネル登録、お済みでない方はお済みあチャンネル登録をしていただいて公式のアカウントの方に、プレゼント動画と送っていただければなと思います。はい、でちなみになんですけど神奈川支部のプレゼント動画もありますのでそちらの方も、送っていただきますと、まあ、今回と同じような実習練習の動画ちょっと被っているものもあるんですけど他の、練習メニューでないものもあるんでもし練習メニューに迷った方はそちらの方もお問い合わせください。はい、それでは次回の動画でもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。